今日のお昼ご飯はアジフライです。いただきます。半世紀北も働きたくないピロヤンです。おはようございます。5月24日のお昼12時過ぎてたな。何時だっけ。12時30分、12時半ですね。はい、いつの間にこんな経ってね。じゃあ今日もよろしくお願いします。お昼ご飯いただきます。今日は夜からね、またラーメン屋で働くんでね、ちょっとお昼がっつりいきます。納豆買い忘れたらちょっと寂しいな。じゃあ、今日のおやつはアンパンです。いただきます。ちょっと散歩してきたんですけど、だいぶ暑いですよ。川西の瀬口駅の来てます。さあ今から、ラーメン屋のバイト入ります。昼間は半袖 T シャツで過ごせてるんですけどね、夜になってまた冷えてきましたね。ちょっと長袖着てきました。じゃあね、今から行ってきます。いただきます。ラーメン屋のバイトから帰ってきてハイボール飲んでるとこです。金曜夜はラーメン屋でバイトだったんですけどね、ラーメン屋が今月の27日に閉店します。なんで今日最後の、ラーメン屋の勤務でした。まあ、27日までいうことで結構なんかお客さん入ってるみたいですね。はい、割と洗い物多くて忙しかったですよ。よかったらね、川西麺業って言うんですけど、27までやってるんで行ってあげてください。あーめ、それでは動画ご視聴いただきありがとうございます。ピロヤンでした。ではまた。